こんばんみ、市村まさきです。なんかね、ネット上で別々に住んでる人っていうか、どなたかとネット上でセッションができるっていうネットデュエットラボっていうのがヤマハさんにあるらしくって、それちょっと使ってみようかなと。で、実はね、そのアプリっていうかソフトっていうかね、それ自体が、もう秋で終了しますよと。で、春になったら今度はシンクルームっていうやつに変わって新しく生まれ変わりますよってすでに公表されてるんですよ。でも、まあ6月にならないとそのシンクルームっていうのが出ないらしいんで、じゃあまあいいや、6月までそのネットデュエットっていうのはどんなものかちょっと触ってみようと思います。なんかネットデュエットラボっていうのが出てきますね。どれだろうね。よいしょ。なんかこういうページが出てきましたけど、ルーム一覧っていうのがあって、このルームになんかセッションをしているか、待機しているのか、セッションしているのかっていうお部屋がなんかいくつかあるみたいですね。まあ、とりあえずトップ行ってみましょう。トップに行ってみますと、ネットデュエットを使ったサービス実験サイト、ネット上でリアルタイムにセッションができるアプリですっていうことですね。で、一番ニュースの一番上を見ると、ネットデュエットサービス終了に伴う新サービスへの移行のお願いっていうのがなんかあるらしくって、これを見ると2020年6月頃にシンクルームっていうのにアップデートすると、なんか良くなるんでしょうねっていうちょっと期待を込めながらね。でそれに伴いネットデュエットベータおよびネットデュエットベータ2は秋頃にはサービスを終了しますって一応宣言はされてますけど、ってことはネットデュエットベータってやつとベータ2っていう1と2があるっていうことかな、かな。ちょっと一回戻りますかね。で、トップページのなんとなくこうやって見ると、さっきのルームってやつか、これ。あ、ほんでこれが実際に使った人の映像なのかな、使ってる様子なのかな。ってことはとりあえず、まあこういうものはね、一か八かですから、ダウンロードいきます。ダウンロード行ってみました。正式リリース版っていうのと過去のバージョンっていうのがあります。僕はマッキントッシュなのですが、いかがなんじゃろうと、いかがなんじゃろうと、動作確認、マッキントッシュハイセリア、マッキントッシュセリア 10.12、 対応 OS 10.12 って書いてありますが、僕は実は 10.12 ではありません。それ以下です。ヨセミテってやつ使ってるのでダメかな。過去のバージョンっていうのを使った方がいいんでしょうかって思いながらもね、多分ね、過去のバージョンだと実際他の人とね連携できないと思うんだよね。もし今後皆さんがこれをもしダウンロードするとしたら、過去のバージョンはダウンロードしないと思うんで、新しい方をダウンロードすると思うんですよ。で、僕のマシンだけが古いっていう状況だと思うんですよ。なので一か八かでこっちの正式リリース版の方のダウンロードをクリックしますと、ここクリックしただけでもう今ダウンロード始まってます、始まってます。ちょっと全てを見せるわけにいかないんで、今これダウンロードし終わったこいつね、こいつをダブルクリックして、これ回答すると思うんだよね。今ね、何か回答してるはずなんだよね、多分ね。回答し終わってるかな、かな、これだな。こういうものが出来上がりました。で、これを、これがインストーラーなんでダブルクリックして、続ける、一応読んだとして続ける、読んだとして同意する、
インストールすると。でインストールすると。でアプリケーションの中を今探したんだけどなかなか見つかんねえなと思った。これねアプリケーションの中にヤマハっていうのがあって、ヤマハっていうのの中にストデュエット2っていうのがありました。じゃあこれダブルクリックしてみようと。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、パパピポン。デバイスが使用可能なサンプリングレートで開けません。何でしょう。インプット、こっから何をするんでしょうか。一体全体設定、入力テスト、チェック、チェック、キュアオーディオ、キュー、コアオーディオ、持つ、内蔵出力、なんか音は鳴ってるな。入力テスト、入力チェック1、2チェック1、2、一応緑色が光ってるな。一応チェック、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 音は入ってる。入力テスト OK。 うーん、なんか今度 OK っぽいぞ。とりあえず、とりあえず OK っぽいぞ。インプットは来てるぞ、インプットは来てるぞ。オーディオ、オーディオプレイヤー、オーディオプレイヤー選択。さっきのルームみたいなところに僕が勝手に部屋を作って、どなたか、まあ、つまりこの場合でいくと生徒さんに入ってきてもらって、でこの今みたいなカラオケを利用して生徒さんがこれに合わせてギターが弾けるのかな、弾けるのかな、どうなのかな。あってことだと、この間のあのなんとかって曲がいいな、なんて、なんとかって曲、ヘイガールってやつを選んどいてみて、これ鳴らすとどうなん。おお、なるほど。じゃあこれでなんかギターを弾くと、例えば、ということですね。っていうかこれは録音できるのかできないのか、まあ、これで、でもとりあえずは、そっか、これを使いながらズームを使うってことなのかな、どうなのかな。こっから先は誰かが僕と同じことをやってくれないと分かんねえや。誰かこのネットデュエットっていうのを実はダウンロードしてますっていう人いたら教えてください。どうするんや、こっから先。はい、とりあえずここまで。